英語の F でトゥギャザーしようぜこれ分かる人おっさんかな質問でーす。ビレルアートさんからの名前出てくるんです今回あのお名前ねご自身で書いていただいたんで、はい、読ませていただきました、はい、最近湯浅選手のご活躍もあり F2 の観戦を始めました。見ている中で感じたことなのですが、シフトダウンの速度が F1 と F2 で見比べてみて F1 の方が明らかにテンポよくシフトダウンしているのです。バン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 、どうですかバンバンとは言わないでしょうけどねF2 の方は一つシフトダウンをしてもう一段下げるのに息継ぎをするようにワンテンポ遅いことに気がつきました。バンバンってことですかね、はい、勘違いでしたらすいません。構造上のものなのでしょうか、ミッションが違うのでしょうか、はい、F1 はカチ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 素早いシフトをしたカチ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 シフトアップですけど全チーム一緒なの、右アップ、はい、でシフトは左ね、はい、でも F2 だとなんかうんベンベンベンちょっと遅いとガチ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 ってやってないと、はい、うん、それ何か、うん、違いがあるでしょうか、はい、まあ違いがあるから違うんでしょうね、はい、うん、もうあの F1 のエンジンなんかシュン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 と動くんだから、もうレスポンスが非常に、まあ、それももちろんありますね、スロットルに対するレスポンスが、うん、すごくいい、シフトはアップダウンに対するレスポンスもいいので、うん、全然それは違います。違います、はい、だから F1 はレスポンスがいいんでもうギリギリギリまでこうなって、どっちもギリギリまで突っ込みは頑張ってブレーキしてますよシフトダウンだけの問題だから、それタロさんのシフトダウン、それあのやってる感出すためのやつじゃないですかそうだったらブーンブ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 ンでもいいんですよ、別にギリギリまでブレーキだったらまあそもそも論で言うと、はい、F1 は8速までありますが F2 は6速までしかないっていうのもあります。 だからそもそも物理的に、シフトダウンの回数が少ないっていうのもありますよね。あ、そういうことね、はいはいはい、まあ、F1 だってそのすごい低速コーナーじゃなければ今下手したら3速とかで走ってたり、うんうん、1とか2とかつかないでしょ。1にはほぼつかないです、うん、2はたまに使いますけど、スタートは 1? スタートは1の時までは2もあります。2もある、うん、あの路面コンディション悪ければ2速スタートとか、1は普通に走ってるとモナコのヘアピンぐらいしか使わないですね。2を使うこともまあ最近ほとんどない、ほとんどない、うん、まあ低速コーナーあまりないですしね、うんうんうん、だからまあ3速、下手したら4速でコーナー回ってるのも結構ありますけど、はいはい、まあ、でもモンツァの例えば8速から 1コーナーとかだったら8から2まで落とすんで、うんうんうん、6、4、3、2って、ね、そこ6段落とさなきゃいけない、うん、でブレーキングの時間ってそんな長くないから、うん、F1 の場合 F1 の方が F2 よりもブレーキング強いですから、うん、そうするとそのわずかな時間で8から2まで落とさなきゃいけないんで、そうするとパパパパパパンってなりますよね、うん、あれ数えてなと思って、7653みたいな数えたら絶対間に合わないからあれ今、まあ、俺いくつみたいな、だからドライバーはもう感覚で、うん、その感覚っていうかリズムで、あ、リズムでね、うん、まあ、あの何パターンかありますけど、うん、パパパンパンなのか、うん、パン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 なのか、うん、大体ありますよね。ドライバー乗り慣れてる人はそのどっちかのリズムでパン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 っていって、あと足りない分パンパンと落とすとかありますけど、あ、だいたいそのドライバーによってその決まってるんだ、リズムが。ドライバー、まあほとんどみんな一緒ですね、F1 乗ってる人たちは。あ、だいたい一緒。例えばその、まあ、もちろんドライバーっていうよりは多分、うん、あのエンジンのエンブレのかかり方に結構影響するので、うん、一番あのエンブレがいい形でかかるシフトダウンの仕方と、うん、その回転数の使い方があるので、うん、そこに合わせた、要するにホンダの場合はこのシフトダウンの仕方してねっていうのはある程度あるんです。だからリカルドが今回アルファタオリに乗って、うん、メルセデスずっと使ってたから、うん、ちょっとやっぱ回転数の使い方違ったって言ってましたよ。あ、そうなの、うん、それをちょっとホンダ風に合わせてもらわなきゃいけないところもある。例えばこうプロぐらいになると 目隠しでパパンパンパン、はい、今ハメるぞとかそれはさすがに分かんないと思うてかみんなだからほぼ一緒なんで、それはそのリズムは。あ、そうなんだ。だそれこそあのローソンなんかは、うん、あの普段 F1 のシミュレーターとかやってるから、うん、彼のシフトダウンは F1 風なんですよ。だからスーパーメラ乗ってても僕はそこの間ちょっと富士のオンボードかなんか見てて、うん、あ、 F1 風のシフトダウンしてる。でも SF6 速でしょ、うん、でもやっぱりパパンパンパンとか、あ、リズムがね、パパンパンは F1 のシフトダウンの仕方してるなと思った。他の人たちは結構バン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 みたいな感じだったけど。あ、そうなんだ。
が、まあ、癖としてついちゃってる部分もあると思う。でそれがリズムでパパパンパンってやれば 4個落ちるとか、パパン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 ってやれば何か落ちるとかっていう身についてるから、だから今8速で走ってて次のコーナー3速だってなればこのシフトダウンしてなきゃっていうのが、ああ考えなくていいの、頭の中で。そうそうそう、だからリズムである程度決まってるとか、まあエンブレの使い方とかってもちろん影響してますけど、うん、っていうのがあるんで F1 はまあパパパパパパってシフトダウンしないとまあ追いつかないし、まあそれのためにリズムは自分たちの体に染み付いてるっていうのがありますが、あとまあブレーキングの距離も短いですね、時間も短いっていうのがありますが、まあ F2 がじゃあそれできないかっていうと、まあできなくて、 F2 はやっぱちょっとギアボックスのエンジンも違うので、F2 でパパパパパンってやるとパンって1回落とした後に、要するにパパパパンって落とすとエンジンはオーバーレブっていうかすごい回転上がるわけじゃないですか、ガーンってなるじゃないですか、それやるとエンジン負荷かかっちゃうんで、F2 の場合温度が上がるとエンジン止まっちゃうんで、そうならないようにもうコンピューター側がその連続したパンパンっていうシフトダウン、今シフトダウンしたらエンジン回転上がっちゃうだと、このバーンのシフトダウンの入力をキャンセルするんですよ、だからパン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 って普通に押したらこれで3回落ちてるはずと思ってもこっちがキャンセルしちゃって落ちてないんで、ある程度待ってパンパンパンって落とさないとダメっていう風になってるんですね。あんまりそれやりすぎるとエンジンの温度上がっちゃって本当フェールセーフで止まっちゃうんで、そうなんで、落とされちゃうんで、普通はじゃあ注意して見てるとパンパンパンってはなってないってことだね、うん、やまあこうおっしゃってるように、あんまりエンジンに負荷かけないようにシフトダウンはそろーりそろーりって、そろーりそろーりなんだ。あの F1 の公式ゲームも同じちゃんとそれ再現されてるので、再現されてるんだ、あんまり F2 ではパンパンパンってできない、やっても全然キャンセルされちゃうっていう、結構だからそれセーフティーはついてるってことね、だからちょっとエンジンが弱いというかオーバーヒートしがちなんで F2 は、そうなんだね、なのでそこはちょっと抑えめにシフトダウンをしなきゃいけないっていう、じゃあなかなかいいところに気がついたところ、F3 は F3 も似たようなもんですかね、 F3 はでも NA なんでしょ、 NA です、なんか NA だとなんかパパパンっていけそうなイメージが勝手にあるんだけどイメージだけじゃないですかそう制御ついてるのたびに失敗しても、まあでもあんまりそのキャンセルがかかるような走り方はしない方がいいと思いますけどね、ギリギリってやってるわけですから、あそうか、余計なし、まあ、自分がギア落ちると思って押してるんだけど落ちてないとやっぱりこっちもリズムも変わってきちゃうから、思ったように減速しないっていうことが起きちゃうから、キャンセルされないギリギリのところでシフトダウンしていかないと、思った通りの減速を得られないっていうのは結構あるみたいですよ、そうなんだね、へー、ということでシフトダウン、シフトアップだから関係ないってことね、そうですね、特に早くやったらスピードが出ないのがしっかり回さないといけないね、はい、分かりました、今回の質問シフトダウン F1 と F2 の違いお分かりいただけましたでしょうか、はい、よく分かったよ、どうもありがとうと思った方いいねボタン、チャンネル登録、やべえまた最後になっちゃった、 F1 ラフ T シャツは概要欄からよろしくお願いします、ありがとうございました。